SN2014J とは、地球から見て、大熊座の方向にある M82 内で出現した、イヤ型超新星である。SN2014J は、協定世界時2014年1月21日19時20分に、ロンドン大学天文台のスティーブ・ J ・フォホッシーによって、発見された。当時実習のために、学生指導を行っていたホッシーは、予定を変更して、 CCD カメラのデモを行うため、学生が選んだ M82 にカメラを向けたところ、今まで存在しなかった明るい天体があることに気づいた。別のカラーフィルターや望遠鏡に切り替え、見間違いや機器ノイズ等のエラーである可能性をなくして報告した。当時は天気が悪く、雲がかかりそうになる中での発見となった。SN2014J の明るさは、発見時は、 V バンドで11.7等級、R バンドで10.5等級であった。16等級以下で発見されることの大井超新星が11等級で発見されるのは異例である。バーチャルテレスコーププロジェクトによれば6150の強い軽素2の吸収線と秒速2万キロメートルに相当する青型変異を観測しイヤ型超新星であると報告した。m 8は 地球から約1150万光年離れた位置にあるが、これは約1180万光年離れた M81 一内で発見された SN1993J 以来の近さであり、SN1987A や SN2004DJ などと共にここ数十年で最も近い部類の超新星である。微星天文台や、 広島大学東広島天文台の文庫観測では、極大等級に達する1週間から2週間前に発見されたとみられる。板垣光一によれば、過去に撮影された17等級以上の画像の精査で、1月15日13時40分の画像で14.4等級で写っていたことが確認され、その後の画像で増行していることも確認された。なお、 画像解像度の問題で、当初報告された座標とは少し異なる位置に座標を置いている。2014年7月、マックス・プランク研究所のロラン・ディール教授、京都大学の前田圭一准教授らのチームは、欧州宇宙機関のガンマ線観測人工衛星インテグラルによる観測データを解析した結果、爆発からわずか18日目の段階で56。 NI の放射性崩壊に伴うガンマ線を検出したと発表した。イヤ型超新星の爆発は白色矮星の中心付近から始まるという、これまでの理論では 56NI の放射性崩壊によるガンマ線は周囲の物質に隠されて爆発後数ヶ月間は観測できないと考えられており、この結果は従来の理論に最高を促すものである。ありがとうございます。